ポケモンゲットだぜ。今回そんなポケモン大好きな先輩にぴったしのゲーム用意してきましたんで、やりましょう。科学の力ってすげえ。ちっちゃくない？あれこんなサイズ感でしたっけ？ちっちゃ。税務署の丸丸が勝負を仕掛けてきたっていう絶対来るから。ポケモン勝負で黙らせないといけないからな。日本語でいいっすよね。 Of course Why not? 日本語でいいっすよね。 Of course。 あれ先輩？ You kidding me? 先輩？ Well ジャポネブブザポネ。なん英語にした方がよかった？うーらら。違う、これフランス語だ。Well 日本語でいきますね。俺がわかんねえから。 Well 日本語、うん、ちょっと喋れる？カブロン。ちょっと喋れるカブロン。まあじゃあいいや、日本語でいこう。ブラボー。あ、合ってんだね。シーシー。あ、もう先輩ちょっと4カ国語ぐらい喋れるからさ、どの言語使えばいいかわかんねえよ。プクプク？何プクプクって？何？魚語。今回はこうファンシーテイストに行こうかなと思って。なんて言ってたかわかる？なんて言ってたの？指一本ずつ皮剥いでってお前が切ってくれって叫ぶまでそれをやり続けるぞって言った。殺伐としすぎでしょ、海の世界。怖すぎるわ。ぷく？いや怖すぎる。やめろよ。俺も今ずっとなんて言ってたか分かってました。あ、なんて言ってたの？ギョ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 。なんて言ってたの？どこの政党を支持してます？いや、すげえ政治的。どこの政党を支持してますか？ちなみに自民党以外ありえません。男の子にするべきか女の子にするべきか。俺が普通普段やってるのはもう完全に男の子。そうだよね。俺もまあ普通そうなんだよね。でもなんか見栄えがね、今回女の子の見栄えいいんじゃないかなと思って。じゃあ女の子でやるか。そうしよっか。そうしよっか。女の子がこうサムネイルにいると釣れるんじゃねえか。そうなんだよね。女の子サムネイルに。女の子がやってると思わせといて、うん、7個だし。ああ、ほんとだ。で、うん、水着で実況、負けるたびに服が抜けてくっていうのを冠につけていけば、うん、俺1枚目で全裸になるじゃないですか。嘘ではない。よし。じゃあこの子でプレイするよ。そうしましょう。おい。で、名前は、ななこ？名前。まあ、僕がななこだから。それか、まあ、先輩がぬすけだから、ぬすこ？ぬすこも。いや。でもな、なんか、強さがないよな。強さ？やっぱりチャンピオン、ポケモンリーグのチャンピオンを目指す名前でしょ？確かし。ソード。あ、ソードじゃん。そういや、このゲーム。ソードから取ろうよ。なんか、めっちゃ強い剣の名前つけよう。あー。俺前に正宗とかつけたことあるからさ。あー。ドラゴンスレイヤーにしない？ドラゴンスレイヤー。あのね、入らない。6文字しか入らないんだよね。あ、じゃあ、竜殺し。今日からお前は竜殺し。竜殺し。竜殺し。ポケモントレーナーの竜殺しが勝負を仕掛けてきた。ドラゴン使いにこう相性抜群の竜殺し。竜殺し悪くないね。悪くない。悪くねえのかよ。竜殺し。竜殺し。竜殺し。なんかポケモン使わずともそいつがめちゃ強そうだよ。じゃあ竜殺しでいきたい。ゴー！わあ！お、そう、ポケモン語とかあるんですね。いや、これバグってるだけだ。あ、バグってるだけか。急いで任天堂に持ってかなきゃ。まだほぼ始まってない。これバグってる。あ、バグってる。バグってた、バグってた。文字化けしてるわ。うわ、すごい。へぇー。こちらスボスだな。これなんかポケモンリーグってこんな感じになってんの今。ポケットモンスターの世界へようこそ。いつものやつだ、博士の。
なんかでもこれ今回のシリーズの博士なんじゃないの。ここガラル地方は豊かな自然と美しい街、そしてたくさんのポケモンと共に暮らす素晴らしい場所。なんか博士っぽくない。いいですか、私たちはポケットモンスター縮めてポケモ ン。ボケしろあったぜチャンスだったぜ俺は普通と言って先輩が変なこと言って、うん、いやその縮め方なんやねん、ポケモンでしょ、どう流れでしょうが、ちゃんとちゃんとさ、その基本に忠実にやって。初回だからねなんだこいつ、これ初めて見るね。これ新しいポケモンじゃん。不思議な生き物と力を合わせて暮らしてますよね、うん、そうポケモンたちは海や空、街の中、至る所にいます。あ、先輩詳しい人、ポケモン俺全部やってきてるよ。さすが。そう、ポケモンたちは海や空、街の中、至る所にいます。あの子のスカートの中にも、あの子のスカートの中にも、あの子のパンティーの中にも。ダメだ、そこまで見ちゃダメなの。スカートまではまだなんか可愛らしいギャグで済むけど、そこまで行ったらもう29歳男性がそれをウヒヒヒながら見てたらまずいでしょうか。ギャグやがギャグやがデリカシーねこういうやつがセクハラとかのさ、まだセクハラだのにさ、ギャグやっていう、すばそんないやつやなギャグやがな最低、本当にあの人さ、なんかさ、セクハラしてくるときもなんかさ、ギャグやがなって言ってさなんかごまかそうとするんだよね。ポケモントレーナーと言いますよね。あ、挨拶が遅れました。私、ローズと申します。なんか博士っぽくないね、今回ね。プロデューサーローズ、いいじゃん。ローズって名前素敵だな。チャンピオンダンでの戦いを皆様に お見せしましょう。あ、もういきなりチャンピオン出てくる。へぇー。あ、今の博士死んだもん。これが今のチャンピオン。ちょっと棚橋っぽい感じだね。リザードン使いか。リザードンちっちゃくない？あれ、このサイズ感でしたっけ？ちっちゃ、え？か、ダンデがめちゃめちゃでかいかどっちかだと思う。ダンデでかでっけぇ。ダンデでっけぇ。お前ポケモンに頼らなくても勝てるんじゃないか。あ、リザードンダイマックスだ。でかくなったじゃん、リザード。今回楽しみなのはダイマックスっていうね、あのシステムなんですよね。これまでソード出てきたポケモンたちが巨大マックス進化というか変化するんです、うん、へー。そうすることによってまた最終進化段階よりもう一段上の姿に超強力に進化するということで、はい、早速見ていきましょう。そう、今回そんなポケモン大好きな先輩にぴったしのゲーム用意してきましたんで、やりましょう。ポケモン大好きな俺にぴったりのゲーム、そんなゲームある？そう、それはポケットモンスターソード。好きなんだそれなんだそれ。あ、かわいい。あ、そうか、油断してたけど俺女主人公初めてやるから。そうなんだね。そうだね、2人でこのね、こう育てていくっていう目標でちょっとやっていきましょう。家の中でトラッキングシューズ。お、竜子もうなんかリザード使いのダンデはさ、やっぱその倒すべき宿命を持った女の子一気に殺伐としたよね、この世界観が兄貴の、ちょっと待って、兄貴の、あ、ダンデの弟なんだ、ホップはって言ってた今、兄貴の、うん、兄貴のって言ってたよ。ホップ君、今日は大事な日なんじゃないの。そう、だから走って竜殺しをダンデが大暴れしちゃって身長20メートルのダンデが街を壊しまくってんだ。それを止められるのは俺たち竜殺しだけ話が進まん。どうも、お邪魔しました。すごい、チャンピオンの弟なんだ。そう、でもホップはずっと優秀なチャンピオンの兄貴と比べられてずっと劣等感に育てられてくる。あ、なるほどね。苛まれてくから。あっ、ダンデは多分これから闇落ちて。ダンデじゃねえ、あのホップは。いや、ホップがライバルになるかもしれないね。これってあれ、カビゴンの進化前だっけ。ゴンベ。ゴンベ、かわいい。何でも聞いて。ホップくんが言ってたよね、バッグを忘れるなって。バッグと帽子なら竜殺し、あなたの部屋にあるでしょ。どこどこ。あった、これや。なるほどね。竜殺しはママが使っていたバッグを手に取った。かわいい。いいじゃん。このシリーズ確かね、あの、いろいろ服変えたりとかさ、あの、装備変えたりとかできるらしいから。なんかこのバッグさ、ポカブっぽくね、うん、ポカブっぽい。あ、あの、ポカブポケモンの。
ポカブ。ポカブに似てるポケモンがいる。ポカブをモチーフとした。先輩、俺よりもポケモンの種類詳しいから。でも、今回は初めてでしょ。これはソードは初めて。ずっとやりたいと思ってた。できれば実況じゃなくて、一人で静かにやりたかった。そう言わんとさ。ちなみに、今もポケモン GO やってます。あ、スボミーじゃん。あ、スボミー。スボミー。スボミーって言うのか。草ポケモン。そいつはね、草ポケモンで、うん、ロゼリアに進化する。へぇー。これはそいつはホップ。主人公の幼馴染。こいつじゃねえな。俺が今聞いたのは、その隣にあの、羊っぽいポケモン。あれは、あ、これメリープ。あ、メリープ知ってる知ってる、あの、電流に進化するやつ。そうそうそう。メリープのガラルの姿。ガラルの姿って、いや、いいと思ってんじゃないでしょ。これは新ポケモンだな。これ新ポケモンね。お、ウール。ウール打ったら、ガシガシ体当たりをかましてるぞ。おい、柵を越えなよ。まどろみの森には怖いポケモンがいるんだぞ。ウールって本名なのかな。ウールって本名、こいつのニックネーム。こいつの、いや、本名でしょ、多分。俺の家まで競争だぞ。でかいカバンでついてこれるかな。まあ確かにホップのこ、ホップはさ、ポケモンのこと友達じゃなくて、うん、道具だと思ってるからニックネームとかつけないんだよ。俺は全部ニックネームつけていきますから先輩。俺はね、ポケモンにニックネームつけるの。ゲームの前、やる前に言ってたけどさ、うん、俺これまで一人でやってきた時一回もニックネームつけてない。いや、じゃあもうあれ道具として思ってんじゃないですか先輩。その理論で言うと、ホップ理論じゃないですか。名前を覚えたいのちゃんと。ちょっと待って、そんなことより先輩、科学の力ってすげえおじさんですよ。科学の力ってすげえおじさんじゃん。科学の力ってすげえ。おにぎりってうめえ。それおにぎりうめえおじさんじゃん。それ何なんだよ。科学の力ってすげえおじさんがだいぶ序盤に登場したね。いやいやいや、科学の力ってすげえおじさんで必ず序盤にいるじゃないですか。もうちょい先じゃね。いやいやいや、マサラタウンにいますよ絶対。あ、そうだったっけ、うん、なんかちゃんとそういうオールドファンにも優しい。うん、あれ、チャンピオンってあんま稼げてねえんだ。所得が主人、所得が主人公と。の家の方がもうちょっと部屋、ね、どうなんでしたよね。やっぱ今チャンピオンって、なんだかんだでポケモンのブリード費とか、いろいろこう、お金かかるから大変なんだよね。うん、むしろ、今金かかってるって。国からお金もらえないのチャンピオン。そうなんですよね。だから本当はチャンピオンはいろんな CM とか、うん、あの出たりとか、バラエティ番組出たりとか、そういうので、こう稼いでいくんですけど。そう、でも一部ではそういうのってどうなんだって言われたりしてて、うん、まあ今厳しい状況にあるっていうか。あ、でも、あれ でかくねちゃんとでかくね部屋。うちなかった2階もあります。なんかでかくね部屋。やっぱチャンピオンそれなり、チャンピオンそれなりに。違う違う、今分かった分かった。あいつは、うん、結構、スポンサーとかついてるんだ。分かった先輩、ここボロいじゃないですか。うん、ここボロいでしょ、うん、こっち結構もう派手でしょ、うん、2階あるでしょ、うん、2階めちゃめちゃさ、うん、派手でしょ、豪華だね、豪華でしょ、うん、これ絶対チャンピオンになって増築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 で部屋どんどんその裏設定は全然ありえると思う。できたんじゃないこれ。それは全然ありえる。そうだよね。だから本当ほらなんか使用人とかもなんか雇ってし、確かに増築に増築重ねて、これだからあれだね、結構まあ所得隠しとかもしてんだろ。なんでポケモン強いし、ここ脱税もしてるっていう。ここだってなんか違和感のあるカーペットあるでしょ。これ明らかにその部屋のサイズに合ってない違和感のあるカーペットあるでしょ。ホップのお母さん、ちょっと絨毯の下見せてもらってもいい。やめて、何もない、何もないですよ。その下にはってめくったらもう金の玉がもうぎゅうぎゅう詰めに金の玉が隠されて、金の玉に換金っていうかね、あの価値変わらない金の玉にこう全部1000円のやつに変え、5000円のやつに変えといて、そうこれ絶対物語の後半にあの税務署ポ税務署税務署の丸々が勝負を仕掛けてきたっていうし、絶対来るから。ポケモン勝負で黙らせないといけないからな。何の話だっけ。ウールと一緒に草むらに行くと、うん、野生の子供が出てくるぞって言ってたけど、うんうん、今回ってでもちょっとなんかシステムが違うんじゃなかったっけ。そこにアイテムがなんだ、あ、仲間のポケモンがいないから草むらに入ったら危ないぞ。あ、なんかコラッタに内臓食われちゃうぞ。ちょっとごめんなさい、あんまりそのなんかこのシリーズではなるべく俺そういうの排除していこうと思うんで、うん、ちょっとあの発言する言葉とか内容には気をつけてくださいね。え、じゃ あ, あの昔の中世の拷問で、うん、
フラッターをお腹の上に置いて、そこの上にブリキのバケツを置いて、そのブリキを熱すると、熱から逃れようと。もういい、もういい先輩、もうやめて、戻れ先輩、言うこと聞いていない。あ竜使いのダビデだ。出たな。全部違う。出たっけ、ほら、でかダビデ、でかブラッシータウンの皆さん、ブラッシータウンの皆さん、でかチャンピオンのダンデで、そんなみんなとリザード合わせの巨人の島。我らが無敵のチャンピオン、あんたとリザードの最高だ。サンキュー、みんなもポケモン育ててどんどん勝負してくださいよ。そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はーい、私たちもダンデさんに憧れてポケモン勝負してます。うん、でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードは強い。他のポケモンたちも強い。だからこそ最強のチャレンジャーと戦いたい。俺の願いはガラル地方のポケモンとレナーみんなで強くなることだからね。バギュア、ちょっとうるせえなこの陽キャ。お、兄貴ホップ、なんかいいんだね。世界一のチャンピオンファンがわざわざ迎えに来て、あ、いいね、この世界一のチャンピオンファン、弟が、そういう爽やかな感じ、感じ。お前背が伸びたな。そうだな、ズバリ3センチ。うん、その瞳の色、お前まさか竜殺しか。キリが竜殺しか。今バチバチにぶつかり合った。代々町を荒らすドラゴンを飼ってきた竜殺しの一族、天敵だな、ダンデの。そしてリザードの大好きなポケモンチャンピオン、人呼んで無敵のダンデだ。うーん、兄貴竜殺し、家まで競争だぞ。ホップのやつ相変わらず勝負好きだぜ。つまり俺がその競争相手にならなきゃいけない。いや結構スポンサーついてる。本当だ。相当スポンサーついてる。マントにぎしぎしぎゅうぎゅう詰めにスポンサーいてる。やっぱチャンピオンだけじゃ食っていけねえんだな。そうだな、でもこの街に税金落とさなきゃいけんからな。まあね、うん、この街チャンピオンがいるから儲かってるから。そう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 、あのチャンピオンに出てかれると税収の半分がなくなるって言われてる。愛知県豊田市みたいな。豊田市みたいなもんでしょ。もう囲ってくれなくての。俺と竜殺しにポケモンくれるんだろ。最強のチャンピオンから最高の贈り物、素敵なポケモンたちによるご機嫌なアピールタイムだ。迷うよねこれね。先輩なんかいつも決め、なんか必ず炎タイプのポケモンにするとか、可愛い系のやつにするとかさ、なんか決めてたりとかするんですか。基本は草。あ、そうなんだ、うん、草のポケモン、サルノリン、炎のポケモン、ヒバニー、水ポケモン、メッソン。なるほど、かわいい。お、木登り、サルノリと、こいつだけ人工物なんで。おおおおおおお、すごいすごい、アピールタイム。あ、アピールしてますよ、ほら。なるほどね、アピールして水入って、こんな高いところで果物も取れる。いや、あいつは、あ、水に、あ、火は弱い。そして火は草に強い。そして草は水に強いっていう全部のアピールタイムにもなったわけです。あ、泣き虫なんだね、メッソンは。これ読み解けなかったプレイヤーは一生苦しみます。このタイプ相性の違いを理解しとかないと。違いを理解しないと。さあ、どのポケモンにしましょうか。オリンピックイヤーだしな。お、なんか、なんかあった。オリンピックイヤーだからの理由あった。走り。ああ、じゃあヒバニーなのかな。どうしよう、俺これいつも悩むんだよね。草タイプのサルノリはね、木々の安らぎを分けてくれるぜ。安らぎね、いいね。俺このね、メッソンだけはね、知ってるんですよ。知ってるって？これは泣き虫ポケモンのメッソンなんですけれど、オーラかな、うん、メソメソしてるね、メッソンなんですよ。あ、ただこの子ね、すごく泣き虫で寂しがりなんですけれど、うん、あの三段タイプ進化したらめちゃめちゃスマートな超かっこいいポケモンに進化するんですよ。あ、水の神様みたいな、竜みたいなやつ。そしたら、うん、あの全国にいるツイッターの夢女子たちが、そのなんかこう、初めメソメソしてたメッソンを可愛がってたのに、最終的にかっこよくなったその進化系のやつにこう守られるみたいなのがドキドキするっていう漫画を大量に今投稿してて、俺がツイッターを見てたらネタバレかさ、この進化になるっていう。いや、そうだよね、最初の3匹の最終進化ってめっちゃワクワクするじゃん。そうなのにね、俺知ってんの。なぜなら全国の夢女子たちがそのイラストを描くからさ。なんだよ、俺それで知っちゃったんだよ。まあでも
じゃあ水タイプはちょっとなしにするか、まあ、そもそも俺弱虫で泣き虫で、うん、しかも寂しがりだって嫌いだからさ。やめろやんでそんなこと言うの。でも猿はさ、うん、前のポケモンにも結構なんかこうこれもなんかさ進化すると多分ゴリラっぽくなるどうだろうなりそうな感じする。でもそういうポケモンいるんだよ、オラウータンみたいなやつとか。こいつは多分わかんないけど、ウサギ系はちょっと想像つかないじゃん。つかない。でもどうせかっこよくなるでしょ。なんか イカチなんかリザードンタイプのさ、スマートな、でもスマートにはなる。あの水が、うん、あれかな、サマーウォーズ的な感じになるのかな。あ、なりそう。あ、わかる。なりそう。あの感じだ。ベスト着ちゃったりして、あの首元の赤いのがだんだん下に垂れ下がっててベストみたいになっちゃって、うん、あ、なりそう。だってどう考えてもスポーティータイプじゃん。スポーティーのヒバニー。そうだよね。あ、でもいいね、ヒバニーかわいい。ヒバニーにするか。俺らやっぱ情熱の。でもこの猿鳥は絶対パワータイプになると思う、明らかに。だってもうこいつ絶対パワータイプになるでしょ。まあそうだよね。あとさっきさ、あの水も炎もさ、うん、かわいいアピールしてたけどさ、うん、こいつだけ果物を棒で殴る殴ってるっていう木に登ってる、木に登って棒で殴るっていう。殴って撲殺ポケモンでしょ。撲殺ポケモン。サルゴリ、じゃあ一番いいニックネームつけられそうなやつにして。サルゴリ。サルゴリがつけられそう。オッケー。じゃあサルゴリするよ。オッケー。サルゴリするよ。オッケー。じゃあサルゴリするね。サルゴリ。お前や、お前のその成長っぷり、うん、お前のパワータイプの成長することを期待する。サルゴリ、君に決めた。かわいい。ほら、やばこいつ、いいね、木刀使いなのがいいよね。木刀使い。よし、じゃあ、猿の名前。木刀通過、木刀使いは使えないね。はい、はいはい、うん、よし。猿殺し。竜殺しの使う猿殺し。どうよ。猿殺し。いや、もう、ゴロシ使いすぎだって、先輩、ちょっと。あ、じゃあ、もうゴロシ使わないから。これ、最後のゴロシ。猿回し、猿ゴロシ。猿ゴロシ、猿回し。猿ゴロシ。猿ゴロシ。いや、ゴロシ使いすぎだな。草ポケモン。木。ん？木、なんか、草ポケモンでしょ？うん。これ、ちょっと目つぶってて。はい。これ、すげえいい名前を思いついた。で、しかも、すごいポケモンの名前っぽい、うん、見ていいですか。第1のもうほんと草ポケモンっていうことで、はい、いでよマジワロスいそうじゃない。草だけに草ポケモン。あー、いいな、マジワロス決めた。お前はマジワロスだ。マジワロス、草ポケモン。君の名前はマジワロスだ。よろしくね、マジワロス。草生えるな。めっちゃ煽られんじゃん、こいつ出てくるたびにちなみに俺、木の実たたきっていう名前もちょっと考えないけど。あ、木の実たたきない。いや、もう竜殺しと同じセンスよ俺のポート、え、ほらね、え、弱点の方行くんだ。だから第三勢力が、あの、ヒバに取ってくんだよ。あ、そうなんだ、なるほどね。あ、メッソン、かわいい。ネタバレさえ食らわなければ俺はメッソンにしたかもしれないよ。あれ、でもあんま、でも、あ、そうか。分かってるぜ、ホップ。だからお前と竜殺しにポケモンをプレゼントしたんだ。竜殺しと競いは俺を目指して強くなれ。あ、残っちゃった。ああ、まあ、保健所くれって、こいつはじゃあ。君は俺と、いいね、俺のリザードの強くやった。よし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 っていう、ああ、そうなんだ。いや、でもこれ、でも確かにさ、昔から大木戸博士のさ、残り1匹がずっと残ってんのさ、俺めっちゃ気になる。あれ、やなんだよ、なんかさ。言われてみればそうだ、あれ。最後まで残ってんのって1個だけ残ってんじゃん。あれ、めっちゃ気になってさ、せめて出してあげなよって思うんだけど。餌あげてないよね。ん、ポケモンリーグ終了後、博士が、うん、あ、ごめん、忘れてた。閉めて。くっそくっそ何この匂い、何この匂い。大学4年生のさ、炊飯器みたいなやつやめろよ。研究員がさ、あの、沖縄さんの研究員がさ、誰かが時々開けてるよ、ちゃんと。なんか臭くないやめろよ。めちゃめちゃありえるんですけど、ちゃんとしてる。あれ、大木戸博士気づかないわけないでしょ。ちゃんとしてるよ。っていうかさ、うん、この、ダンデだっけ、うん、こいつ、バランス悪くね。そう。そうなんだよ。それ俺もう作戦だから、これ。気づいてた？そう。パーティー6匹のうち2匹も炎に咲いちゃう。よえー。あいつバランス悪い。よえー。大事なパートナーとの理解、愛と理解深まったよな。
もちろんだぞ兄貴、竜殺しもすっかりマジバロスと仲良しだぞ。いいかポケモントレーナー、自分とポケモンを信じろ。互いを信じ合い戦い続けて、いつかは無敵のチャンピオンである俺のライバルとなる。なんで兄貴と戦うのは俺だぞ。よし、だったら竜殺しも今から俺のライバルだ。絶対に負けないぞ。お前らのことライバルと思ってね。お、完全に下だと思ってる。強いね。お前たちがポケモントレーナーかどうか俺が見届けよう。あ、いきなり、お、やろう。信じるよ、うん。この一戦目負けたくないんだよね。兄貴の試合全部見てる。兄貴が部屋に置いていた本や雑誌は全て読んだ。どうすれば勝てるか全部分かってる。ほざけ、ほざいたな。残念ながら俺たちが使うポケモンはそんな本や雑誌に載ってるような技覚えてないからね。死んだ知識で勝とうと思うな。ルール、あ、え、てかこいつズルくん2匹持ってんじゃん。あれ、行け、マジワロス。いや、相手2匹持ってるんだからマジワロス。俺には仲間が2匹いるんだぞ。そうだよね、カズのボール。いや、棒使えよ、引っかいてない。いやー、ちょっと食らいすぎ食らいすぎ。ちょっとこの後の2体目に、2体目鳴き声で、うん、防御下げておいて、あの棒でぶん殴って。鳴き声は攻撃力しか下がりません。ちょっとあの残念ながら死んだ知識で固めないでください。残念ながらソードでは使用変わってます。え、マジで。イラつき覚えた。お、早速じゃん。てか一戦ごとに、うん、あ、そうか、まあ、まあ、それは昔からしかない。あ、なるほど、これで草タイプの技を覚えたから、やってみよう。これで効果抜群で、鳴き声で、鳴き声で一回相手の攻撃力が下がるの。多分やってみよう。ほら、なんなんだよ。なんの、なんだと思うんだろう。腹減った。腹減ったってなんだ。あ、だからこれで効果抜群で相手に優先取れるってことなんだ。そうだ。なるほどね。ホップ、二度と戦えないようにしてやるぜ。相手のメスの鳴き声で、ここで攻撃力下がるけど、マジワロスは攻撃力2倍だ。枝付きはあの枝使わないんだね。あれでしょ。タイプによる有利不利をすでに分かっているのか。相手のメス、めっちゃ、おいおい、いつまで鳴き声で攻撃力下げて、こいつ持久戦に持っていくか。残念だけど、こっちのスピードの方が早いんだぜ。よし、ギリ、よし、ナイス、2人抜き。さすがマジワロス。あー、マジワロスにしてよかった。マジワロスだな。おお、レベルがどんどん上がるぜ。攻撃力ガン上げタイプだね。あ、そうなんだ。マジワロスは、ワロスは、まあそうだよね、武器持ってる。結構俺のすごい好きなパワータイプかもしれない。あ、パワータイプ好き。パワータイプ好き。先輩は？俺はスピードタイプ。二人合わせれば最強のコンビネーション。俺はパワー担当だ。俺はスピード担当だ。二人合わせて最強のコンビネーションだ。そう、俺たちがビワコチャプチャプブラザーズ。それ絶対言いたくねえんだよ。まだコンビ名認めてねえから。すいません、ご挨拶遅れました。僕ビワコチャプチャプブラザーズの奈々子と申します。よろしくお願いします。あかんこマリモブラザーズの、あかんこです。ライバルチーム。ダンテが思わずリザードン出して参加するところだった。ちょっと投げないじゃん。竜殺し、見どころなる君のお願いだ。3匹一気に倒して経験値得ようとした。うわー、リザードンの経験値欲しい。兄貴、俺はもっともっと強くなりたい。ポケモンジムに挑ましてくれ。やっぱ8つあるのかな、ジム。ジムチャレンジ。もっとポケモンに詳しくない。特に竜殺し、君はポケモンとかを手に入れるんだ。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなども分かる。はいはいはい。ポケモン図鑑に詰まってるのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。よし、竜殺し、ポケモン図鑑をもらうならポケモン研究所だ。で、また博士に会えるんだね、これ。なるほどね。あー、やっぱワクワクすんな、ポケモンの始まり。いや、おもろいな、これ。スパゴーン。おい、竜殺し、今の音ってポケモンじゃね。なんだ。あ、ウルーが行っちゃったんだ。あ、ぶつかったやつ。あー、止めないから。で、まどろみの森行っちゃったんじゃないの。なんでウルーずっとさ、うん、あの木の扉に頭をつけてたんだろうね。ホップにひどい虐待になって逃げようとして、ね、じゃあそのままにしてて探すふりして。助けよう。ダメだと言われても行かなきゃいけないシーンだぞ。行くぞ、竜殺し。完全にダンテの弟だな、この性格からして。ね。さあ、次回、まどろみの森に入ったウルーを助けるところから始めましょう。それでは皆さん、見てくれてありがとうございました。バイビー。またねー。
だこれ。なんだ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。